お供霊夢とゆっくりモンハンワールド。意外と更新頻度ハイなハンターマリサです。正直今他にあるゲームがないんでモンハン率結構高めです。そんなことよりこれを見てくださいよマリサさん。マジかよ体力150とか普通。そこどうでもいいんでその上のハンターランク見てくださいよ。なんやこいつもう結構このゲームやってんのにまだハンターランク50いってねえの？ウケる。おめえのことだよ。マジかよやべえじゃんはよランク。150しねえとはよはよ。なんでちょっと半笑いで言ってんだよ。ハンターランクっていうのは文字通りハンターのレベルみてえなもんで、ランクが低いと受けられないクエストなんかもあるわけですよ。最低でもハンターランク50にはなっとかないとモンハンワールドをフルに楽しめないってことっすね。で今回はこのハゼル鱗を超えた道って任務クエストに挑戦してきます。このクエストをクリアすることでハンターランク29の上限が解放される仕組み。だいたいこのゲームやってる人はストーリークリアを目指すはず。ただこのストーリーがクリアするまでかなりのクエスト数あるんで結構なしんどさ。マリサさんもストーリークリアした時点でもうお腹いっぱいなってこのゲームやらんくなったんやな。このストーリー長すぎ問題でアイスボーンから始める人は周りに追いつくのは多分相当辛いと思う。そっからさらにハンターランクも上げるとなるとやべえほど時間かかるんで、アイスボーンで他のプレイヤーと一緒にスタートしたいって人は今からワールドやっとくのをおすすめ。さらにこのタイミングでカプコンさんも値下げぶっこんできてるんで現在定価で3000円切ってます。安い。はい。そういったことでこれ以上ないカプコンへの媚び売りしたところでバゼルギウス戦やってきましょうよ。でもわしまだアイスボーン予約してません。8月入ってからでええやろ。こんなことよりバゼルギウスに投かるだけのイージーなクエなんだからパパーッと終わらし。いやその2投討伐クエってのわしいっちゃん苦手なんで。今までほとんどやってこなかったんすよね。ああまあ確かにターゲット複数系はソロヌーブハンターには辛いとこありますよね。本一匹の狩猟に時間かかるんで、だいたい制限時間との戦いを強いられる展開になるのが苦痛。とはいえ相手は歴戦個体ながらバゼちゃんなんでそこまで硬くはないですし。マリサさんの装備も低ランクにしてはまあ揃ってる方なんで大丈夫っしょ。と言ってたら交差点で食パン加えて走ってきたバゼちゃんとぶつかって初撃に買い空振りするハプニング。動画を面白くするために一部過剰な表現を用いています。わしが空振りするわけがない。食パンの方だよしっかり2回空振りしてたろ。あとやばいやばい死ぬ死ぬ。バゼちゃんはやっぱこの鱗爆弾ボロボロ落としてくのが怖いんで、こまめな回復が大事。蜂蜜のストックは植生研究所で毎回生産してるんで回復グレートガブ飲みしてこ。装備で耳栓後にしてるんで吠えられても安心。武器も哀悼の点々持ってきてるんで火力的には十分なはず。かなり前に天上天下無相当苦労して取った気がす。もう1年近く前ですから。しかもうこのゲームも発売から1年半経つんやねー。そんなことより場所移動からの再びバゼちゃんに刀ブンブンの系。バゼちゃんは肉質硬い部分とかは全くないんでサクサク切れるのが気持ちいいよね。正直この分なら楽勝かもしれませんよ。からのジャンピングボム食らって余裕の瀕死。そういえばこういう攻撃あったあった。バゼちゃんと戦うのも1年ぶりなんでほぼ攻撃パターン忘れとるな。あこういう空からんこまき散らすやつもあったあった。あれ全部踏んじゃなくて鱗ですからね。あこの最後突っ込んできてよろけさせるやつもあったあった。あれまずはモンスターの攻撃を思い出す作業から始めないとあかんやつやね。あこの鱗赤くなるとすぐ爆発するやつもあったあった。これ赤くなるとわしすぐ死んじゃうやつもあったあった。始まって5分も経ってねえのに早速1オツしとるな。まあまあ2オツまでは大丈夫なんだから慌てんじゃねえよ。とりま戻って討伐再開。
と思ったらバゼちゃん増えとるな。どうやらもう一匹の討伐対象も合流してくるカオス展開。まあどうせどっちも絡んといかんので、どっち攻撃してもいいから楽っちゃ楽。さらに討伐対象の2匹が互いに縄張り争い始めてくれたんで、これは助かる。あとわしじゃなくてあっちのバゼちゃん攻撃しろください。このゲームモンスター同士での攻撃もしっかりダメージ入るんで、縄張り争いはどんどんやっておくれやす。ほんじゃわしちょっと見学しときますんで。その後場所移動しても2匹が常に争う展開。お前ら仲いいな。ただこうなるとお互いで潰し合いして、どちらも体力減らし合うんで、案外このクエスト楽勝かもしれませんよ。意外と1匹狩るより楽まである。ただ一つのエリアにバゼルギウス2匹となると、ウロコ爆弾だらけになるんで、事故る危険も2倍に。狭いエリアで2匹が暴れるとカオスなるんで、回避を重視した方がいいね。すでに1オツしてますからね。誰のせいでオツったんやろうな。いや誰が見ても 100% 自己責任ですけど、なんでお供のわしに責任転嫁しようとしてんだこいつ。まあまあここは一つわしへの借りということにしといて、早々に数でお休みしとるバゼ1号ヘネオキジータルドッキリやで。いやこんだけ具だってんだから、こっちが誠意見してほしいくらいですけどね。これが誠意のタル爆弾じゃ。と思って仕立て切りからぶり。まあまあ1号の方はもうすでタル爆弾も食らってんだから、時間の問題ですよ。増え始まって15分でこのペースならマリサさんにしては A 方ですんで、と余裕ぶっこいてたら2号も襲来。数でも縄張り争いしにくんの。いやこのクソ狭い場所での2匹同時はなかなかにやべえ予感ありますよ。ほんでまあナチュラルに2オツ目。あーこれは多分3オツで終了のパティーンの方ですね。いやリスポンから睡眠爆破で1匹倒せたんで、あとは慎重に2号と対マンするだけの簡単なお仕事ですんで。いやちょっと水場とかずるないですかね。あんなんどうやったって逃げらんねえじゃん。つうことでもっかいクエ受け直して最初っから。無理でした。どうでもいいけど編集雑すぎない。いや1回目とほぼほぼ同じパターンの3オツなんで見どころゼロでしたから。2回目も1匹は枯れてんのに、あと1匹というところで3オツ終了。時間的にはまだ余裕あったんで、これはともかくウロコ爆弾事故をどんだけ抑えられるかにかかってますね。バゼルギウス自体は柔らかめで、適当に攻撃してるだけでも倒せるんで、次こそはガチガチの安全プレイで笑いゼロでいきます。わしもうおもろいことしなくていいんですか。もう今まで手抜いてましたみてえな小芝居やめてください。開始3分でおつる奇跡。笑いゼロやー言うとるやろ。笑いゼロでやってこの結果なんだよ。んじゃあ頑張れっす。つうことで1オツで1匹目ハント完了。ちょっと時間はかかったものの、オツは抑えられてるんで、これはまあまあいいペース。1オツ残ってるのは精神的にも余裕できますから。とはいえ、ウロコ爆弾事故は相変わらずヌーブには辛み要素。アップね、根性発動して助かったのぜ。これがバゼル防具3セットの力。この相手のモンスター防具つけると、そのモンスターに有利に戦えるようなるよね。その後仕留めきれずにバゼちゃん逃亡。くっそー逃げられたか。こいつ相変わらず先行弾使わねえな。このアイテム切り替えがもたつくんで無理です。あれ？なんか足引きずりながらこっち来ますけど。あーここバゼちゃんの数で戦ってたんで、そのまま数でお休みするパターンやつですねこれ。最高にシュール。つうことでそのまま永遠の眠りについていただいて、ミッションクリアーです。楽勝だぜ。2回失敗してる時点で新章なんですけどね。つうことで拠点に帰るとハンターランクが、え、急に49なってんすけど。これまで貯めた経験値は蓄積されてるんで、上限解放するとその分のランクが一気に加算されますんで。ただこれまた49で止まってるってことは、そうです、ランク上限50以降を解放するにはまた特別な任務をこなさないといけねえのですよ。いやしかも討伐対象が歴戦キリンじゃねえかよ。マリサさん過去通常キリンに全く歯が立たずに挫折して、
それ以来キリンやってねえですからね。ぶっちゃけわしキリンに挫折したからこのゲームやらなくなったくらいのトラウマですからね。まあ前は大した対策せずに適当にやった部分もあるんでググって対策練ればなんとかなる。睡眠爆破用のライトボウガン作りに行くか。つうことで次回動画はまた間空くと思いますがキリン倒せたら出しますんで。ディビジョン2の方も大型アップで来るんで。おかげに逃げるな。ということでまた次回。